車両製造工場は、ロシア連邦のウスチーコールカタフに存在する、主に路面電車用の車両の製造を手掛ける、連邦国営単一企業の鉄道車両メーカーである。社名の、および製造車両の、K は、ソビート連邦の政治家のセルゲイ・キーロフに敬意を示して名付けられたものである。百五十八年に製鉄会社として創設され、1九百一年に、 製造された飛び出し電向けの電車を皮切りに路面電車車両市場に参入した。1925年には初の標準型車両として KH 型、M 型が開発され、1960年代には当時のソビエト連邦で最大級の路面電車車両メーカーとなった。特に1963年から長期にわたって製造された。 KTM-5 は1万5000両近くもの大量生産が実施され世界で最も生産された路面電車車両としてギネスブックにも認定されているソビエト連邦の崩壊後もロシア連邦をはじめとする各都市へ向けて車両の生産が続いており2006年に公開された試作車の71から630以降は超低小電車の製造も行っているまた 路面電車に加えてガス減圧装置、管継ぎて、ポンプなどの製造も行っているほか、ロケットをはじめとする宇宙産業に関連した事業にも参加している。2012年から2020年まではクルニチェフ国家研究生産宇宙センターの子会社であったが、国営企業のロスコスモスが進める宇宙関連事業の多様化の一環から同年2月以降は、国営企業統一ロケット、 宇宙会社の子会社へ移行している。ウスチカタフスキー車両製造工場は1973年以降、工場で生産した車両のテスト走行を行う全長4トル最大112パーミルの勾配を有する実験船を有しており、1997年までは工場関係者を対象にした旅客営業も実施していた。ありがとうございます。